ちは。仙台放送アナウンサーの高橋さくらです。家で過ごす時間が増えた今、体を動かす機会が減っているんじゃないかなと思いまして、ストレッチ企画を始めてみました。今回ご紹介するのは、しなやかな体を作るクラシックバレエのストレッチです。実は私、4歳からクラシックバレエを習っていまして、柔らかい体を作るためにもう20年以上も毎日続けているストレッチがあるので、今回はそれを紹介していきます。で、ストレッチをするタイミングなんですけれども、ぜひお風呂上がりに試してみてください。それでは早速始めていきましょう。ではまず、ヨガマットの上に足をまっすぐ前に伸ばして座ります。この時、つま先にぐっと力を入れてつま先を伸ばしてください。骨盤をしっかり起こして背筋を伸ばします。骨盤はこのように倒れていると背中が丸くなってしまいますので、骨盤を起こして背筋を伸ばしましょう。さらに伸ばすために手を組んで天井に向かって伸びをします。息を吸って吐きながら前へ倒れていきます。自分が行けるところまでで大丈夫です。足の後ろ側が伸びている感覚を感じてください。ではこの体勢で10秒キープします。はい、戻ります。続いては足を横に開いていきます。まずは自分ができるだけ開いてみてください。どれくらい開きますかね。そしたら足の付け根に手を当てます。で、このようにぐりぐりと足を動かしてください。これで股関節を緩めます。緩まってきたら、今度はこの体勢で上半身の横側を伸ばしていきます。まずは左手を上に上げてください。この手で右足を掴むようなイメージで横に倒れていきます。この時に注意したいのが、上体を前に倒さないことです。しっかり起こすことで、ここが伸びている感覚を感じることができます。はい、戻ります。反対側も同じようにやっていきます。右手を上に上げて、左足をつかむイメージで横に倒れていきます。上体は前に倒さず、しっかりと起こしてください。では続いて前後に開脚をしていきます。ただ前後の開脚、突然すると体がびっくりしてしまうので、まずはウォーミングアップをしていきます。右足を前に伸ばして、左足は上げます。この状態のまま前に倒れていきます。この時、右足の太ももの後ろ側が伸びている感覚を感じてください。
方を向いてしまうとあまり伸びが感じられなくなってしまうんですね。なのでしっかりとまっすぐ前を向けてください。反対も回していきます。右足を後ろに回します。骨盤はまっすぐ前を向けます。あとは上体がこんな風に前に倒れていると伸びを感じにくくなってしまうので、しっかり上体を起こしてまっすぐ前を向きましょう。はい、ウォーミングアップはここまでです。では最後に前後に開脚をしていきます。まずは右足前からやっていきましょう。右足を立てて座ります。ゆっくりゆっくり自分がいけるところまで開いてみてください。いけるところまで開いたら10秒をキープします。手は床についたままで構いません。できるという方は手を離してみてください。また見てください。今日は最後まで見て